ラードジヌイ師匠、ラードジヌイは、ロシアのブラジーミル州にある都市で、軍用の研究所が置かれ、閉鎖行政地域組織となっている。行政的には、ブラジーミル州により直接管轄されている。人口は17,506人。州都ウラジーミルから南へ 25km 離れており、クレア島側に、いくつかの支流が流れ込むところにある。 周囲は沼地や深い森林に囲まれている。ラードジヌイの住宅地1971年、レーザーの軍事利用を研究するラードがガ設計局が、機密を考慮して、深い森の中に研究所を作り、周囲に研究員とその家族のための団地や病院、学校などを建設した。ラードジヌイでは、町の誕生日を1971年2月25日としている。 1977年にはこの住宅地は、都市型集落の地位を与えられ、ウラジーミル30のコードネームで呼称されるようになった。1991年には市に昇格し、合わせて、ラードがガ設計局の名にちなんで、ラードジヌイという地名が与えられた。1993年以降、設計局は、ロシア連邦国立レーザー研究実験センター、ラード街ガへと組織替えされた。 ソビエト連邦の崩壊後の1990年代は町の財政は非常に低迷したが1990年代今つから政府の援助が増加し新たな住宅開発や研究施設の増設なども続いている。ありがとうございます。